みかせ。皆さんおはようございます。6月20日木曜日9時となりました。今朝も FM 那覇のスタジオより生放送でお届けしております。下地奈々の晩御飾、パーソナリティの下地奈々とアシスタント比嘉浩一でお送りします。今日も一日一緒に頑張っていきましょう。この番組は YouTube ツイキャスでも生配信をしています。著作権の関係で音楽を聴くことはできませんが、スタジオの様子を映像で楽しむことができますので、ぜひ YouTube ツイキャスで FM 那覇と検索して番組に参加してみてください。生放送への感想コメントもお寄せください。 Instagram アカウント下地奈々の晩御飾ではゲストとのオフショットやスポンサー情報などがお楽しみいただけます。ぜひチェックしてください。それでは今週もスタートです。この番組はベストウエスタン沖縄女ビーチ、ソードフィッシュ沖縄、株式会社 GFL、 有限会社アミューズコーポレーション、ティーダ社労士事務所、株式会社高健沖縄、テルヤ漆器店、月城交通、ダイナミックプランニング、メディカルハーブカフェ、琉球ゼロワン、チュラマメ琉球フロントの提供でお送りします。ということで始まりました。はい、おはようございます。おはようございます。今日機材トラブルで、はい、ちょっとね番組のスタートが遅くなりまして、ツイキャスもこれできない感じなんですね。ちょっと把握しきれてない。把握しきれてないそうなんですよね、はい、いつもあの外のねガラス張りのブースでやってるんですけど、うん、今日は奥まったところに。そうなんですね。はい、そうなんですね。でしかもこの個室の中にさっき蚊がいましたね。終わるまでになんか3カ所ぐらい刺されてるんじゃないかなと思って気をつけてね、あの途中でパチって聞こえたらね殺したかもしれないみたいなね。はい、で音楽も今日は、うん、かからない。音楽はかけられます。かけられる。さすが、はい、ハンドパワーで。はい、任せてください。いや、よかったね。今日なんか収録になるのかな、うん、みたいな話だったんですけどね、はい、朝だってね、朝と交差点でね、はい、この後9時から生放送ってまた今日もね、はい、晩御飾せてきたのでね、うん、まさかのね、なんとか局長がよかった、はい、やっていただきましたので。そしてね今日はね、うん、またね美人さんが来てますからね、ゲストでね、はい、うん、後ほどお楽しみにね、はい、していていただきたいと思いますけど、今日はあれですね、朝と十字路いつもこう手を振ってたらいろんな各政党から出てきてるみたいな感じで、うん、もうカオスだったじゃないですか、はい、ね。それがあのね、今週だ、うん、もう今週の日曜日の投開票でようやくね沖縄県議会議員選挙、うん、終わりまして、はい、であのスカスカでしたね。あ、そうですね。スカスカで元のね定位置に戻れましたよね、うん、はい、今日ね朝ね本当荒垣義豊県議しかいなくて、うん、ね、よかったよかったとか言ってね。またあそこの場所でね朝ねこの後始まりますっていう番宣活動とかもね、はい、やっていきつつ、あとね7月からまたスポンサーがね、はい、改編がありますので、ね、はい、はい、スポンサーね今絶賛大募集中でございまして、はい、ますますねパワーアップしていければいいなと思っております。ご期待ください、はい、さてそれでは1曲、はい、行きましょう。したいと思います、はい、本日は、スノーマンでブレイクアウトをお聴きください。
FM 那覇沖縄グルメ。さあまずはこのコーナー、沖縄のグルメを紹介する沖縄グルメ。こういちくん、今日はどちらのお店を紹介してくれますか？はい、本日はですね、那覇市にありますうなぎのお店をご紹介したいと思うんですけれども、はい、その前に、はい、画面の方にゲストの方も映ってますので、先にちょっと紹介の方をそうですねしていただきましょうかね。はい、はい、本日の晩御飯うちなんちゅのゲストですね、ゆいかさんです。はい、こんにちは。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いしますね。美人さんがね映ってるからね、はい、なんなんだろうみたいなね、うん、思ってるかもしれないです。あ、かわいいかわいい。スタイルもね超いいのね、ほんと全身でね映したいんだけど、はい、はい、全然、はい、ゆいかさんにはですね、この後晩御飯うちなんちゅのコーナーで、もっとですね、まあ、どういった活動されてる方なのかというところをお伺いしていきたいと思いますが、その前に沖縄グルメのコーナーをご紹介したいと思います。本日ご紹介するのは、那覇市あさと 2-4-12 牧師アルパビル1階にあります、幸福うなぎの名代みんなのうなぎ国際通り店さんです。はい、うなぎと聞いただけでもちょっとよだれが出てきてしまいそうですけれども、はい、うなぎ大好きですね。はい、こちらがですね、はい、まず基本情報ですね、営業時間が11時から21時まで、はい、長いですね、ぶっ通しで開けてるということで、はい、うん、ちょっと前まではお昼にあの休憩時間というか挟んでたみたいなんですけど、うん、はい、今はもうオープンからクローズまでずっと開けてるということですので、お昼過ぎの時間でも、お楽しみいただけるということになってます。で、定休日の方が不定休となっておりますので、はい、各 SNS で、皆さん情報をチェックしていただきたいということでした。はい、みんなのうなぎさんはインスタグラム、また公式 LINE で情報発信されてます。すべ、うん、てひらがなでみんなのうなぎと検索してください。はい、はい、お願いします。ということで、七井さん、うなぎは、うなぎはちょっとうなぎトークを、うなぎトークをうなぎトークね。あ、でも、ね、最近うなぎは食べました。 あの修正クラブにうなぎの武田さんがいるんですよ。あ、はいはいはい。で、浦添なんですけれども、あのすごい美味しいうなぎなので、先日行きましたけれども、はい、あのこのみんなのうなぎのオーナーもあの修正クラブなんですよ。なるほど。最近できたっていうのを聞いてたんですけれども、うん、どこにあるんだろうって思ってたので、すごくいい機会で問い合わせてくれてありがとう。そう、うん、あさとだったらすぐ近くなんだね。すぐそこです。行ってみよう。11時からやってるんだ。これも嬉しいよね。嬉しいですよね。普通11時半とかじゃん、はい、11時からやってるんだったらね、すぐ行けるよね、うん、はい。で、休みが不定休、もう今のところ休みなしぐらいの勢いでやってるんでしょうね。そうですね、はい、よしみさん聞いてますよ。はい、で、安いですね。はい、そうなんです。へえ。ちょっとご紹介していきましょう。はい、お願いします。はい、人気メニュー、があります。ひつまぶし御膳ですね、うん、こちらがですね4分の3尾ということで、うん、2800円となっております。はい、午前ですのでね、あの他にもいろいろ小鉢とか出てくると思いますが、でもう一つがうな重午前、うん、はい、こちらも4分の3尾が2700円となっております。うん、はい、でその各メニューですね、半尾、4分の3尾、うん、1尾とサイズがですね、各段階にあるんですけれども、うん、その中で一番人気が4分の3尾ということで、うん、なってます。ほー、はい、すごい、うん、でですね、うん、まあお店の方がおっしゃってたんですけど、はい、骨の唐揚げというものがメニューであるらしくて、はい、こちらも結構、はい、人気らしくてですね。いや、美味しい。あ、食べたことあるんですか？めっちゃカリカリのあれですよね、うなぎの骨の唐揚げですよね。あ、僕、はい、食べたことなくて。ないの？はい、カリカリしてて美味しいし、カルシウムだよね。あ、そうなんですか。はい、ゆうかさん、うんうん、ちなみにうなぎの
骨の唐揚げとか食べたことありますか？食べたことないです。ぜひ食べてください。ぜひ食べてください。うなぎ屋さんじゃないんだけどうなぎ大好きなので、はい、あもう食べてみたいです ね。いやこの価格だったら行きやすいですよね。行きやすい。結構、はい、僕お店の方に、はい、あの聞き返しちゃったぐらい、うん、骨の唐揚げっていうものがあるんですかっていう、うん、結構、はい、聞いたことなかったので、はい、ちょっと食べてみたくなります ね。七重さんのカルシウム大切ですよ。すす特に私といたらとか言ってなんてイライラしないようにってことですか？全然もう大丈夫ですか？はい、カルシウムなくても大丈夫です。ありがとうございます。はい、ということですね、こちら、はい、オープンされて日があまり経ってないということで、はい、オープン価格でこの半日各メニューの半日サイズのみ300円オフ、はい、して提供をしているということで、わお、今年いっぱいはそれが続くらしいので、はい、うん、ぜひこの機会に足を運んでみてください。はい、行ってみましょう。はい、インスタグラムもですね、うん、チェックしていただくとお店の、メニューのですね写真を見ることができますので、はい、もうその写真を見てしまったら必ず行きたくなること間違いなしですので、間違いないんですね。はい、はい、でこだわりの方もこれはもうぜひ伝えていただきたいですという、うん、はい、こだわりが3つありますので、うん、ご紹介していきたいと思います。お願いします。まず1つ目、うん、日本うなぎを使用しておりストレスを与えないように養殖しています。はい、本来の大きさよりも 1.5 倍から2倍のサイズで食べ応えも抜群です。嬉しい。はい、そして2つ目、2種類のコシヒカリをブレンドすることで粒の大きさが違いタレがよく絡むようにこだわっています。へー、すごいですね。え、2種類のコシヒカリブレンドするんだね。うん、そっか、粒の大きさが違うということで結構ねすごいこだわりがあるということなんですけれども、そして3つ目がですね、うなぎのかば焼きに合うタレを全、うん、日本全国から探し求めました。はい、100年の歴史を持つ高知県のタレを使用していますということで、すごいね。すごい、全国歩き回って、はい、ここ高知県のタレを100年続くタレを探してきましたみたいなそんなに大声なんか分かんなかったですけどはい、はい、ということで、はい、もうすごいこだわりがたくさんあるお店ということなので、はい、ぜひ、国際通りの方なのでまたあのアクセスもね、モノレールとかも行けますので、はい、モノレールでも行けますので、はい、歩いても行けます。これで行けるかな、はい、那覇市安里の 2-4-12 牧師、アルパビル、はい、となっておりますので、ぜひ皆さんね、みんなのうなぎって書いてますからね。はい、でもなんかあれですね、混んでそうですよね。観光客とかも結構いるからこんなぶっ続けでね、11時21時ってね、確かにすごいね。何時だとね入りやすいのかもう聞けばよかったですね。ねえ、でも昼から夕方ぐらいがやっぱ狙い目なんじゃないですか。3時ぐらいが、うん、ねえ、そのくらいの時間に行ってみましょうね。はい、おうなぎ好き、ありがとう、はいはい、ということで、はい、リスナー特典いただいてきました。ありがとうございます。はい、こちらがソフトドリンクを1杯、うん、ご提供いただくことになりました。ありがとうございます。このねお得な価格でね嬉しいですね。はい、ソフトドリンクがですね、うん、500円ぐらいするので、はい、あのその500円がオフになるということ、はい、オフになるということですね。はい、いや相当ですよね。はい、もう、はい、ちゃんと恥ずかしがらずに下地七重の晩御飯を聞きましたって言ってくださいね。はい、お願いします。ね、恥ずかしかったらちょっと FM 那覇のなんかあるとある番組をみたいな、はい、ぜひよろしくお願いします。お願いします。こちら、リスナー特典が1週間、うん、来週の木曜日27日までとなっております。はい、ぜひ皆さんお早めに行ってみてください。本日の沖縄グルメ、みんなのうなぎ国際通り店をご紹介しました。一旦 CM。 ソードフィッシュ3階にバルコラボオーシャンテラス前田岬店がオープン。全席オーシャンビュー、水平線に落ちる夕日を眺めながら本格的なピザやパスタ、那覇飯グランプリ受賞の牛レアカツをご堪能ください。今すぐソードフィッシュ沖縄で検索。
ベストウエスタン沖縄女ビーチは自然をそのまま残した海と亜熱帯植物に囲まれた静かな佇まいのリゾートホテルです。喧騒を忘れてのんびりとプライベートな沖縄時間をお過ごしください。 LINE でベストウエスタン沖縄を検索。女性をきれいにするあらゆるものを備えているアミューズコーポレーションです。私たちは美容サロン様の売上アップを全力でサポートさせていただいております。業務用美容機器サロン専売化粧品のお取り扱いをご希望される方は 098-879-7601 までお気軽にお問い合わせください。保険のプロフェッショナルがお客様のその先の安心未来を共に作り守るダイナミックプランニング。企業ご家庭の生命保険損害保険をダイナミックプランニングは寄り添い歩んでいきます。生命保険損害保険のご相談は 098-987-5888 までお問い合わせください。はい、ということで、はい、ね、今日ね、もうこの美人のゲストをお待ちかねだと思うんですけれども、はい、ちょっとね、あれなんですよ、スポンサーね、新スポンサー、うん、来月からの新スポンサー情報とかもね、お伝えしたいなと思いまして、今のところですね、おもろ町っていうか、龍神っていう、はい、馬家門の福岡とか九州だのうまいものを集めた龍神っていう居酒屋があるんですけれども、うん、はい、そちら私大好きでよく行ってるんですけど、米がね、蘭越さんの夢ピリカを使っていて、うん、私ね夢ピリカ大好きなんですよ。その米がもう美味しくて、うん、でそこのランチとかもね、だいたい1000円前後でめちゃくちゃボリューミーでっていうところも入ってくれることになりまして、あとはですね、おろくの、かなさんデンタルケア、ほう、はい、もう歯を維持することとかに特化してる、うん、虫歯治療とかではないんですけれども、はいはい、そういったところと、あと元部の美ら海水族館からの帰り道とかに寄れる、はい、シーサーを色塗り体験とかできるマイマイシーサーさん、はい、前出て出演していただきましたけれども、はい、マイマイシーサーさん、すごい、はい、北部の方もそうスポンサーについていただいたんですね。めっちゃ嬉しいよね、すごい、そう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 、さすが七重さん、続々とね、うん、ね、ぜひね、こうまたリスナー特典持ってきましょうね。お、まあ、今シーサーでね、シーサーを作った人にはね、なんかこのミニシーサーみたいなね、うん、石岩灯プレゼントみたいなねなんかもうもらってきますよ。はい、あとね、サイオン不動産は私のビューティークイーンの前のビューティークイーンのところの居抜きを手伝ってくれた不動産屋さん、結構居抜きに特化している不動産屋さんで、うん、ね、今やっぱさ飲食店とかもさ、うん、人気の移り変わりも激しいじゃない、そうですね、難しいですよ ねっていうところね、なんかね、うまく居抜きの折り合いの調整をつけてくれるのが上手な不動産屋さんですので、ちょっとね、場所を変えたいとか、あとね、お店を閉じるだけど、このいろんな機材とか飲食店なんか特にさ、高い機材置いてたりとかさ、大きな冷蔵庫置いてたりするじゃない、それをそのまんま買い取ってもらえるようにっていうのでつないで、でまた新しいお店に改装したりとかしたらさ、結構
お客さんが入ってきたりとかするんだよね、うん、その居抜きの専門にやって、あ、専門でもないのか、他もやってるはずだけど、サイオン不動産、居抜きが得意なサイオン不動産さんも、来月からスポンサーさんに入っていただけるということで、やったねー。来月からですね、この新しく入っていただくスポンサー様の CM の方も、はいはい、収録、そうですね、これからやっていくところですので、この後、はい、やっていきましょうね、はい、ぜひお楽しみにお待ちください。ということでね、はい、また来月からの、スポンサー様の情報でございましたけれども、はい、もう行きましょうかね。お待ちかねの方もいますのでね、はい、では一旦 CM 挟んで、CM、はい、行きましょう、はい、皆さんはパンダ無線月城交通にキャラクターがいることをご存知ですか。昭和生まれのパダオ、年齢不詳、平成生まれのパダミ、年齢不詳、2人は出会い、趣味のアウトドアを沖縄に広めるべくキャンピングカーのレンタル事業も始めました。労働・社会保険に関する法律・人事・労務管理に関する専門家、ティーダ社労士事務所です。ティーダ社労士事務所は企業の最良のパートナーを目指します。労務管理や給与計算についてのご相談は電話 098-894-8785 までお気軽にお問い合わせください。株式会社興建沖縄は住宅・店舗のリフォーム工事を受けたまわっています。情熱を持って価値ある仕事を、地域社会のお役に立てるよう励んでまいります。リフォーム工事についてのご相談は098-911-9976までお気軽にお問い合わせください。万味かせうちなんちゅー、イエイ。このコーナーでは沖縄出身や沖縄県内で活動するミュージシャン、クリエイター、企業、実業家など話題のゲストを紹介しています。ということでね、今日のゲストなんですけれども、慰霊の日のチャリティーコンサート、スマイルメイクスイットピースフル、タニア呼ばなきゃいけないねこの発音で合ってない、ゆいかさんです。皆さんはじめまして、ゆいかです。よろしくお願いします。はい、おはようございます。おはようございます。ほんとね、顔ちっちゃいの。いやいや、もうなんかね、げんこつぐらいしかない。いやいやいやそれは言い過ぎです。それは言い過ぎはい、今活動、この今日は慰霊の日チャリティーコンサートの、お話をしに、はい、来ていただきましたけれども、はい、普段からなんか活動はされてるんですよね。あ、はい、観光客向けの民謡居酒屋だったり、はい、あとはホテルさんとか、あと祭りとかイベントがあった時に、はい、三線持って、はい、歌っています。はい、いや、先ほどその映像を見せてもらったんですけれども、歌上手ですね。いや、ありがとうございます。まだまだ修行中なので。修行中ですか。はい、まだ歌手って名乗るにはちょっとまだ恐れ多すぎるところはあるんですけど。いや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 、十分上手ですよね。はい、ありがとうございます。でもシンガーソングライターとして活動中ということは、自分でも歌を作ったりも、はい、あ、はい、作詞作曲もしてまして、はい、で、来月7月1日にですね、まず初のオリジナルっていうかソロの、うん、はい、シングルが、はい、配信になります。わー、はい、配信どこで配信。あ、これはもう Apple Music とか、はい、Amazonのミュージックとか、いわゆるそういう配信の、はい、サブスクのミュージックの方に、はい、配信しますので。そうなんですね。おめでとうございます。はい、ありがとうございます。すごい、アップルミュージックで聴けるんだ。はい、聴けるようになりますので、ぜひお願いします。で、このコンサート、ちょっと内容を教えていただきたいんですけれども、はい、はい、慰霊の日チャリティーコンサート。そうですね、はい、6月23日も沖縄慰霊の日で大切な日だと思うんですけど、はい、そうですね、はい、2019年から私がこの、スマイルメイクスイートピースフルっていう名前、うん、略してスミップって呼んでるんですけど、スミップ、はい、略頭文字を取ってスミップで、はいはい、でこれを、2019年からやってまして、今年も
北中城の中央公民館、はい、これであの夜の18時から、うん、夕方18時からスタートしてコンサートを開きます。はい、はい、でこの集まった収益金、やっぱりコンサート収益金が集まるので、はい、それを平和活動に役立てたいということで、はい、対馬丸記念館の方に、うん、一部寄付させていただいてます。おー、素晴らしい、はい、なんかゆいかさんはこういう活動2019年からそうですね、からスタートされて、なんかきっかけとかあったんですか？そうですね、もともと私がすごい平和とか戦争とかについて敏感な子供でして、はい、特に何があったとかではないんですけど、はい、もう慰霊の日間近になるともう本当に乱れるくらい、なんかすごく思いが強くて、はい、でその平和をこれからもつないでいけるような象徴になりたいっていうようなものを人生の軸に定めて音楽を始めたんですね、はい、でそこから母と一緒に何か平和のためにできることはないかなということで、うん、私がやっている音楽っていうのでできること、はい、チャリティーコンサートを開いて、でそれを平和のために何か一緒にやっていこうっていうことで、母と二人で二人三脚でまずは始めました。うん、はい、なんか今回対馬丸記念館に一部寄付っていうのは、はい、なんかこの対馬丸記念館、はい、そうですね、この平和の中でもここを選んだっていうのは、そうですね、はい、地上戦とか、うん、もう姫入り舞台とかっていうのは結構もう県外の方とかにも知れ渡ってて有名だと思うんですけど、はい、うん、対馬丸ってまだ知らない方多くて、はい、でその対馬丸っていうのがその戦前、うん、まだ戦争が地上戦が始まる前の年の8月22日に、はい、まあ、疎開21日に疎開をして22日の夜中に魚雷攻撃を受けて、まあ、沈んだ船なんですけど、うん、まあ、本当に戦争っていわゆる地上戦とか、うん、なんかそういうやり合いをイメージされる方多いとは思うんですけど、その前から戦争って始まってて、でそれって何も罪のないこんな子どもたちからまずは犠牲になってしまってっていうその事実だったりとか、うん、その悲劇とかっていうのをしっかり後世語り継いで、うん、もうこんなことが二度と起こらないようにっていうのと、あとはこの対馬丸記念館に詩が書かれてるんですね、はい、入ったところにすぐ詩が書かれてるんですけど、そこでまず始まる最初の始まり方が、その対馬丸記念館が伝えたいことは戦争のこと平和のこととかもあるけれども、それよりも夢のことを伝えたいんだっていうことが書かれていて、うん、その子どもたちはやっぱり私たちと同じように夢を頃見てたと思うんですね、うん、やりたいこともたくさんあったと思う、うん、だけどこうやって撃沈しちゃって、はい、叶えられなかった夢の先に私たちは生きているんだ、うん、だからその今生きてることへの感謝を忘れずに、この夢っていうのを見られるこの今のありがたい平和っていうのをしっかり守っていきたいっていうのが、その死を見てすごく感動して涙出て、うんうん、もうこんな大切なことを教えてくれる対馬丸記念館、まあ、微力ながら支えたいなっていう思いがあって、うん、対馬丸記念館に寄付するのを選びました。うーん、はい、そうなんですね、対馬丸記念館ね、はい、ぜひねこちらのね対馬丸記念館もね、そうですね、行っていただきたいですけれどもね、はい、はい、で今回のこのチャリティーコンサートの内容についてもちょっとお聞かせいただけますか？はい、はい、趣旨が3つありまして、はい、まず一つ目の趣旨が、うん、戦争のことを語り継いで、はい、平和とは何かっていうのを考えるきっかけになること、うん、はい、でその今もう79年戦後経って、戦争を体験した方がやっぱり徐々にいなくなっている、はい、でそんな中でやっぱり戦争のこととか平和についてを考えるきっかけを作って、平和をこう維持していくことがやっぱり大事になってくると思うので、うん、この平和を考えるきっかけの場として一つ趣旨、大きな趣旨があります、うん、で二つ目が集まった収益金を平和活動へと役立てる、で今は主に対馬丸記念館に寄付していまして、でこれ主にって言ってるのが、いずれはこれを沖縄規模、もっと県外とか世界とかにどんどん大きくしていきたいっていう夢がありまして、でどんどん大きくなっていった時に収益金もやっぱり大きくなると思うので、その時にこの対馬丸だけではなくて、もっと他に
現実的な平和活動とかも、うん、もっともっといっぱいいろんなことをやりたくて、うん、それで主にって表現してます、はいはい、で3つ目がこのコンサートが経済発展へとつながって、うん、まあ、貧困問題解決への一役となりたいっていう思い、うん、で平和と経済は表裏一体だと私たち考えてまして、うん、いくら経済が良くなったとしても、うん、そこに豊かな感性とか心が伴っていないとお金が原因でやっぱり争いって起こってしまうと思うんですね、うん、で逆にいくら豊かな感性を持ってたとしてもその生きていくためにはやっぱりお金って大事じゃないですか。だから、はい、もうそのお金生きていくためにお金が必要なことからそういった豊かな感性素晴らしいものの心っていうのは簡単に流されてしまうお金に流されてしまうっていうこともあるので、うん、その心と経済が豊かになって初めて本当の平和って生まれるっていうのを考えているのでそのチャリティーコンサートこのコンサートで集まったお金すべてを寄付にするんではなくてこの携わってくださったスタッフとかアーティストとか、うん、そういった人たちに分配していって、うんうん、あとは開催地域もやっぱりこういうのって人が集まるので、はい、経済的にもやっぱり潤うと活性化されると思うので、うん、そういう意味でもどんどんこう経済発展とかの一役になれたらいいなっていう思いで3つ趣旨を掲げています、はい、で今までこの3つだったんですけど今年からちょっと、はい、今年のテーマみたいなのを作っていまして、はい、2024年のテーマが戦後79年になって今目まぐるしくこう世の中が変わっていってる時代だと思うんですね。でこの前も県議選もあったりして、はいはい、もう悲しい過去を行って沖縄とか日本世界悲しい過去を乗り越えて、ま、今があるね、もうみんな戦争ってしちゃいけないよねって分かってるはずなのに、うん、今まさにまた戦前みたいな空気化になっていってどんどん戦争準備が始まっているっていうこの危機的状況に、うん、戦争準備が始まってるっていうのはなんか違う、もう世界でもう戦争がいっぱい起こってるじゃないですか、はい、だから多分それに備えてっていうのは絶対あると思うんですよ。もちろんそれはあると思うんですけど、ね、だから戦争準備はもう平和を愛さない人はいないと思うんですよ。そうそうそう、戦争やろうみたいな人はいないと思うんですけどね、はい、はい、まあそうなんですけどね、はいはいはい、そういうのもあって、うん、その沖縄にもどんどんミサイル配備とかも、まあ、防衛のためとは言ってるんですけど、はい、どんどんこう自衛戦争ができる状況になってきてる、うん、憲法が、まあ、一応日本ってあるじゃないですか、はい、戦争を しないって決めた でもそれも変えようとしたりとか、うん、どんどん日本が戦争できるでそのどんどん支援そういうの、うんうん、戦争をやってる国にいろいろと支援はしているとは思うんですけどいろいろとなんかそういったものも、うん、なんかその危機的状況いつ戦争が始まってもおかしくなくなってるこの日本沖縄もっていう状況に多くの方は気づいてないっていうのがすごく、うんうん、悲しい、まあ、でもねその一方でもう中国の領空侵犯が何百回ってもあって、うん、背中島とかもすごい侵犯されてて、うん、だからまあ一応こう平和を訴えてみんな平和がもちろん欲しいし、はい、悲劇のね、惨状を二度と繰り返しちゃいけないっていうのはもちろんそうなんだけど、はいはい、平和が素晴らしいよねだけではやっぱ平和にはならないとは私は一応思ってるんですよ、はい、ね、いや素晴らしい活動されてて、うんうんうん、なんですけれどもやっぱねこの平和がいいよね戦争ひどかったよねだけじゃなくてもう世界の情勢的にやっぱり厳しくなっているっていうのも現実的に考えなきゃいけない、うんはい、もうなんか何も持ってませんでは戦えないっていうのは絶対それはそう私は思うんですよ、うん、わかります、ね、その気持ちもすごくわかります。そうだから、ね、私も前すごくそれを思ってて、はい、ただそのじゃあいつまでその戦争 その武器を持ってやり合うの、うん、いつまでやるのっていうのがあると思うんですね、はい、で私はその、まあ、現実的なところはごめんなさいわからないです、うん、政府 その やってることについては見えないところでやってるので、うん、ごめんなさいわからないですけれども、はい、一つでも理想って大事だと思ってまして、うん、この理想がなくなってしまうと例えばじゃあ戦争が始ま戦争武器とかっていうのもやっぱりその経済が回るから武器を持つっていうことも一つ原因としてあるとは思うんですね、うん、
でそういうのをじゃなくしてどんなしてやっていくのか、でセンスこの武器をなくしてどうやって平和を作っていくのかっていうところを考えたときに、やっぱり人と人の心をつないで、そのなんていうんですか、助け合いとか、例えば国をまたいで、例えば中村哲さんって私大好きな方がいて、この方アフガニスタンに行って医療をこうやっていたんですね。でそのアフガニスタンでの活動を支えるために、日本のその会の方たちが、会員の方たちが寄付をして支えてっていうことをやってて、でこのアフガニスタンに中村哲さんのこのもう亡くなった後にこう建てられてて、でそういうのが一つ一つ積み重なっていくことで本当の平和って生まれると思ってるんですよ。この防衛も確かに今は大切だと思います。大切ですね、はい、だからもうそれもないと。そうそう、本当に。だからこのね、いやもちろんね、この気持ちはすっごい大切なんですよ、はい、平和を愛する、うん、もちろんみんなそうだから、うん、ただこの今の世界情勢を見てると、その平和を愛するっていうだけではいけないんじゃないかなっていうのも、私も瀬長島近いからしょっちゅう行くんですよ。あの海風テラスすごいので、はい、でもちろんあの戦争のそういう戦績巡りとかも私も大好きなので、うん、社会の先生なので、うん、もうめっちゃ回ってて、はい、沖縄で二度と戦争を起こしてはいけないっていう活動ももちろんやってるんで、はい、のでもう今回はこういう素晴らしい活動をされてるゆいかさん、うん、すごいなと思って、うん、あね、あのと思ってるんですけど、はい、やっぱりね、手放しでいけないっていうところは、いやみんなで考えていかなきゃいけないところなんですよ。そうです、はい、なのでその一つのきっかけとなれたらと思ってて、はい、うん、確かに今はそうやって考えてる方多いと思うので、はい、今すぐに武器をじゃあ手放してくださいっていうのは私も無責任には言えないです、うん、だけれども、じゃあいずれそうやって それをずっと考えてて、生きていて、じゃあこの先未来、私たちが今こうやって平和に戦後暮らしているのって、やっぱり先人先輩たちが平和活動をいっぱい一生懸命やってきてくれたおかげで、こうやって安心して何も心配することなく生きているっていうのもあると思うんですね。なのでやっぱり平和ってこの場に当たり前にあるものじゃなくて作り出すものだと思うんですよ。人がしっかり、ごめんなさいね、感極まりすぎて、ごめんなさい、感極まりすぎて、まあ、人が、うんうんね、あ、この星に、はい、生きてる以上、うん、平和ってその場に当たり前にあるものじゃなくて、うん、作り出すもの、人が意識して、はい、なので、まあ、こういったコンサートとか、うん、なんかそういったなんだろう、思いを伝えてみんなで優しい心を持ってね本当にこれからの、ね、平和を考えようっていうのは、そうです、素晴らしいと思います、はい、でね、この収益金についてもの寄付額っていうのもちゃんと公表してるんですよね。これも素晴らしいなと思って、で年々1回目はね寄付額が1万円だったのが、はい、2回目になったら2万2900円になって、3回目には4万円になって、4回目は5万円になって、5回目はなんと参加人数も178名まで増えて、はい、寄付額8万1000円になったということで、すごいですね、はい、この最初のさ47人からね、2回目は34人減っちゃったみたいなだけど、ね、そう5回目には178人になって、やっぱりそういった思い、はい、あのゆかさんのもうみんなで優しい心を持って平和についてしっかり考えましょうっていうその思いに賛同された方がこれだけいるっていうことでね、はい、私もね、もうやっぱりね、平和はねをみんなで考えるきっかけにしてくれるっていうのはすごく大切だと思うので、うん、はい、これからもね、もうずっと続けていっていただきたいと思いますけれども、はい、ありがとうございます、ね、すごいですねこれね。いや、ありがたいです。あの2019年は、はい、まあ、あのコロナ前だったので、そのまま会場でやってて、そうか、で20年の時はもうこれコロナ真っ最中だったから、あ、そうなんです。でオンラインでもう会場でできなかったので、そうか、だからズームになったから、そうです、だからちょっと参加人数減っちゃったけど、その分、はい、ズームになった分寄付額はちょっとね、はい、そうです、会場費とかがね少なくなったので、分からずにで、はい、この年までは全部寄付してて、もう会場費とか経費以外
のもの全部寄付してて、はい、で2021、2022も全部それ、うん、そんな感じで2021年22年ももう変わらない、コロナが終わってなかったので、あーそうです。いやすごくない、ズームでさ、いやまあ、ゆいかさんの歌と三振が素晴らしいのはさっきもあの聞いてわかるんですけど、とはいえですよ、まあ、いろんなねいるじゃないですかミュージシャンが、だからズームで聞くって生でね、ゆいかさんのこの綺麗なゆいかさんを見たいとか生歌を聞きたいとかっていうのはわかるんですけど、ズームでって言ったらもうこれ本当にもうゆいかさんの平和活動を応援してるための寄付、うんっていうことですよね。そうですね。でこの時までは SNS とやってなくて、もうコロナっていうのもあって、で友人とかもう親戚とか、はい、もうそういった自分の周りを、はい、周りだけにお声かけしててやってたって感じですね、はい、でやっと去年からコロナが明けて、はい、会場で、うん、やることができて、やっぱりやるんだったら私地元北中城、はい、で北中城って平和を守る会っていうものがあって、うん、こう各住民から100円いただいて、各家からいただいて、で平和を守るっていう会があって、それが県内唯一残ってるらしくて、もともとは全のほとんどあったらしいんですけど、それが唯一残って、会長が村長なんですね、はい、でそれぐらいすごく北中って平和を愛してる村で、やっぱり私も地元でずっとエイサー地方やってるんですけど、そうなんですか。そうです、島福青年会っていう北中の、はい、で地方をやっていて、はい、でも本当に愛しているので地元を、うん、でそこからやっぱり世界に広めていきたいっていうので、はい、平和の輪を広げたいっていうので、いやもう本当にね世界に広げてほしいですねありがとうございます。いやもう世界がおかしいっていうかね、うん、なのでもう世界にこれ広まってね、もう、そうですね、国連の場でやってほしいですよいずれはぜひ、ね、はい、はい、そうですね。なのでまあ、はい、価値観、さっきもこうやってちょっと討論したみたいに、そう価値観とか考え方ってやっぱりいろいろ本当人それぞれだと思うんですけど、はい、その違いをこの人考え方が違うからって言って、うん、もう違うでしょそれとか、はい、そのなんていうんですかね、こんなシャットダウンしないで一度聞いて、はい、でちゃんとお対話を重ねながら、うん、やっぱりやっていって行くことが本当の平和につながるのかなっていうところが、いやそうなんですよ、みんな思いは一緒なんですよ、そうそうそう、平和なんですよ、そう、はい、はい、っていうところでね、一旦 CM 挟んで、はい、まだまだお話伺っていきましょう。人の気持ちを中心に人と人とのつながりを大切にするテルヤ漆器店。時代が変わろうとも私たちが大切にしているのは人の心の豊かさが未来を作ることです。沖縄の仏事についてのご相談は 098-834-5727 までお気軽にお問い合わせください。ゼロから一へ、解体工事は未来を作る初めの一歩。私たち琉球ゼロワンは大切な思い出の残る建物を真心込めて解体させていただき、お客様の新たな価値を生み出す企業として、これからも沖縄の未来づくりに貢献してまいります。株式会社 GFL の万能風味麺は、沖縄の無農薬で栽培された琉球自然薯と米粉で作られた美味しいグルテンフリー麺です。小麦粉を使用せず本当にもちもちでコシもしっかり、体にも良くて美味しい万能風味麺、麺それ麺はそれ万能風味麺です。女性をきれいにするあらゆるものを備えているアミューズコーポレーションです。私たちは美容サロン様の売上アップを全力でサポートさせていただいております。業務用美容機器、サロン専売化粧品のお取り扱いをご希望される方は 098-879-7601 までお気軽にお問い合わせください。皆さんはパンダ無線月城交通にキャラクターがいることをご存知ですか。昭和生まれのパダオ、年齢不詳、平成生まれのパダミ、年齢不詳、2人
人は出会い、趣味のアウトドアを沖縄に広めるべく、キャンピングカーのレンタル事業も始めました。株式会社興建沖縄は、住宅・店舗のリフォーム工事を受けたまわっています。情熱を持って価値ある仕事を、地域社会のお役に立てるよう励んでまいります。リフォーム工事についてのご相談は098-911-9976 までお気軽にお問い合わせください。 FM 那覇さて、エンディングの時間も近づいてまいりましたけれども、私もね、あのね、ゆいかさんとね、まだまだね、この沖縄戦についてもね、また23日近い慰霊の日がね、はい、近くなってくると、本当にね、新聞からテレビから全部戦争の話題になりますし、ね、私ももう本当につい最近なんですよ、ハイバルの陸軍号病院に行って、で今また号の中の当時の匂いとかもかけたりするんですよ。なのでそういうのもやりつつ、娘もね、結構平和学習とか、あ、そうなんですね、今授業でも入ってくるので、もう一度ね、平和について考えるきっかけになると思うんですけれども、はい、ね、で、ゆいかさんがまた慰霊の日にですよね、そうですね、コンサートを、はい、北中城中央公民館、中央公民館、はい、で、5時会場の6時開演、はい、大人2,000円、はい、学生1,000円、小学生以下は、はい、無料となっていて、はい、オンライン配信も1,000円で行っていますということでね、はい、そうですね、はい、今回ね、この収益の一部を対馬丸記念館に寄付するということで、はい、ね、どん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 ね、寄付額も増えていますのでね、はい、今回ね、前回で178名参加があったということでね、そうですね、もともとね、今年も多くの方に来ていただきたいですね、はい、ぜひとも、ね、はい、素晴らしい、みんなね、楽しみに待ってるんじゃないですかね、はい、頑張ります、ね、そうですね、ゲストに、うんうん、今年泉さん、泉っていう方がいて、はい、琉球古典音楽の師範やられてるんですけど、うん、こんな方とか、あとはゆずっていう、比嘉ゆずきちゃんっていう、今泡盛の女王、今というか、はい、変わる前か、はい、の泡盛の女王、はい、前年度 のやってる、はい、6月までは任期なんですけど、うん、はい、やってる方と、あとは島福青年会、私が地方を務める島福青年会が、はい、演舞もしてくれるし、うん、音響とか舞台セッティングとかも手伝ってくれたりとか、もうすごく助かってますね、すごい、はい、そうですね、キッチンカーとかも来るので、はい、ご飯とか食べながら、飲み物飲みながら、あ、公民館の中で食べれるんですか？はい、食べれると許可もらいましたので、すごい、はい、これ楽しいよね。なのでその平和のコンサートなんですけど、はい、やっぱり私がこのスマイルメイクシティピースフルっていう名前をつけた理由が、はい、笑顔があふれるところに平和が生まれるっていうところをすごく軸にしていて、はい、だからその音楽ってすごく人の心に、言葉国境とか何も関係なく、スーって何か返ってくるものが、入ってきますよ、やっぱ力があると思うので、はい、その音楽の力を借りながら、そういった笑顔があふれる空間を作って、平和の輪っていうのを人々の心に灯していきたいっていう思いで、はい、このスマイルメイクシティピースフルってちょっと長いんですけど、いやー、はい、そうパーニャが来たらね、一瞬で言ってくれるけどねはい、ね、そうなんですね、はい、これをやっていくって、スマイルメイクスイットピースフル、はい、はい、ね、笑顔が平和を作ります、はい、これね、ね、どんどんね、広げていってほしいなって思いますけれども、はい、ありがとうございます、はい、ね、最後にね、平和のこの思いと、はい、もう一度このコンサート来てくださいよ、お伝えいただけますでしょうか、はい、はい、
私ごめんなさい好きな言葉がありまして、はい、平和の願いっていう歌があるんですけど、うん、あの福原恒夫先生が作曲した曲で、はい、あのその3番の歌詞の中にカミシムンスルティククルウチアワチマクトゥクヌウチナマムティカナっていう歌詞があって、カミシムっていうのが上の下も人も上の年の人も若者とか下の世代の子もあとは多分社会的にこう立場が上の人そうでない人とかも、うん、みんなこう力を合わせてこの沖縄を守っていかないといけないよっていうようなそんな歌詞だと解釈しているんですね、はい、でやっぱりあのさっきも言ったようにこう考え方とか宗教とかいろいろ価値観とかはあると思います、うん、でこの年のこういった経験の違いとか、うんうん、何も知識がなかったりとかっていうこともある中で、うん、でもやっぱり大切なことってやっぱり何かなって、うん、その大切なことが分かった上でやっぱり現実的にどうしていけばいいのかとかっていうのを、うん、あの逆算して組み立ててっていうことをみんなでできるようにあのしていきたいっていうのがやっぱりすごく思いがありますので、うん、そういったあの気持ちを込めて、であとはあのこの平和とかやっぱ戦争のことも対馬丸記念館の紙芝居もやるんですけど、はい、あのこういった重い話もあるんですが、でも基本的にはみんなに笑顔になってほしいっていう思いのもと、うん、そのコンサートやりますので、あんまりこう固く考えずに、ね、あんまり固く考えずにそうそうそう、あの楽しいコンサートとして楽しんでほしいなっていう思いがあります。音がみんなのね、はい、あの心をね癒してくれて、はい、平和の気持ちにまたつながるっていうことでね、はい、そうだからゆいかさんまだねお若くて、はい、なのであのでこれだけの情熱を持ってやっぱり平和に対して行動を起こしてる方なので、はい、本当に世界のこの情勢、うん、各この国がどういった武力、どういった考えを持っていて、はい、で、この沖縄に対してどういうふうに考えているのかっていうのも全部見て、うん、はい、で沖縄でなぜこの軍備をしているのかっていうのも全部勉強した上で、はい、世界について、世界の平和について、そして沖縄をどうやって守れるかっていうのを考えていただいて、うん、はい、そして私はね、あのゆいかさんが世界に向けてそれを全部分かった上で発信するっていう時に、はい、もう絶対バックアップしたいと思いますので、ありがとうございます。しっかりとね、私もその時はね、この一番集まった8万1000以上の寄付をしたいと思いますので、ね、ありがとうございます。ぜひね、このね、はい、国連で世界、はい、あの世界平和を訴えるっていう、はい、ところまでね、私は頑張って持ってってほしいなと、全力応援したいと思いますんで、ありがとうございます。今後も頑張ってください、はい、ありがとうございます。そして皆さん、ぜひねこの慰霊の日チャリティーコンサート23日、はい、北中グスク中央公民館でされますので、足を運んでみてください。本日のゲスト、慰霊の日チャリティーコンサートを行うシンガーソングライターのゆいかさんでした。ありがとうございます。ありがとうございました。そろそろお時間でございますね。この番組はベストウエスタン沖縄女ビーチ、ソードフィッシュ沖縄、株式会社 GFL、 有限会社アミューズコーポレーション、ティーダ社労士事務所、株式会社貢献沖縄、テルヤ漆器店、月城交通、ダイナミックプランニング、メディカルハーブカフェ、琉球ゼロワン、チュラマメ琉球フロントの提供でお送りしました。こちらの、ラジオはパーソナリティ下地七重とアシスタント比嘉光一でお送りしました。また来週この時間でお会いしましょう。バイバイ。ゆいかさん、ありがとうございました。ありがとうございました。ぜひみんな行ってね。